どうも、MP でーす。どうもー。さあ、皆さん、はいはい、今回行う企画は、はい、理解をスターバックス編。わー、スターバックス、ありがとうございます。大変、大好き、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もっとさ、その熱量ずっとちょうだい。もちろんいつも全力なんだけど、うん、今回はやばいわ。やばいな、テンション上がっちゃって。漏れなく飲むよね、みんな。漏れなく飲みます。改めてメンバーが好きなものなんだったら分かって当然じゃないか、うん、ということで、うん、メンバーの好きなものを当てるという企画になっております、うん、はいはい、というわけで、はい、まあ、今回はその理解王を今回スターバックスさんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、すごい、やらせていただくということで、もうこれ当たり前ですけど、はい、皆さん行ってるよね。いや、もう行ってます。今回は当てやすいんじゃない？なんか誰かが代表してさ、うん、モバイルオーダー頼むときはある、あるあるある。だから当てやすいとは思う。まあね、まあね、特にもうバッキーとかさ、ほんとなんかこだわり半端ないじゃん。半端ないよ。あの、盛らずに週7かも。マジか。毎日してるんだ。結構もうルーティーンとかしてるぐらい、うん、だからもうアンケートでさ、何飲みますかっていうやつも、うんうん、もうスラスラカスタマイズまでブレーかけたからね。すごいね。朝だってスタバの紙袋持って生きてる、うん、生きてる。そうだ、あるあるある。なんか俺はお前らと違って有意義な朝過ごしてるみたいな顔の時多い。ちなみに美味しいもそうだけど、マジで俺かっこいいと思ってるからね。いや、おしゃれだけどね。おしゃれ、おしゃれだけど、あれ持ちたくないんだよ、ね、はい、ただもう今回はね、はい、前回の今までやってきた理解王とちょっと少しルールが違います、はいはい、事前にメンバーアンケートにて、スターバックスでこれが一番好きだっていうメニューを、はい、ドリンクかフードのどちらかを答えていただいております。はい、例えばですけど、まあ、まず僕から回答するとして、はい、このホワイトボードにメニューを書いていきます。はい、はいはい、じゃあドリップコーヒーと回答した場合、うんうん、その表の中にドリップコーヒーがあったらそれで OK です。なるほど、あー、OK です。誰かしら書いてれば OK と。 OK です。はいはい、はい、当てられた場合はそのメンバーと僕が飲むことができる。なるほど、はいはい、飲んだり食べたりすることができるという、うん、はい、ルールになっております、はいはいはい、というわけで、はい、まあ、早速やっていきましょう。お願いします。はい、というわけで、はい、今こう一覧でね、隠れている場所をね、はいはいはい、全部当てるまで、はい、あの、終われないんですが、皆さんこのよく見ていただくと、この隠しの上に文字が、うん、はい、朝、うんうんうん、夕方、はいはい、ライブ、はいはいはい、のこの3パターンの文字があるんですが、はい、アンケートでですね、好きなメニューを答えてもらう際、はい、朝、夕方、ライブと、ライブ前か、はい、うん、朝、夕方、ライブ前とどの時に、まあ、食べたい、飲みたい、はい、メニューなのかっていうのを分けて答えてもらったと思うんですよね。なので、それをヒントにしながら、はい、答えていってください。はい、はいはい、というわけで、はい、まず誰からやっていきますか。うん、どうしたらやっていくか。ちょっと今日これあるから、まだコーヒーも飲んでないのよ、俺今日。ああ、今日は飲む気満々できてるから。ちょっとなんかその、飲みたいんだ、もう早速。一回行っていい。いいよ。なるほどね。スラッキ君から行こう。いいじゃん。スラッキ君が良かったらいいよ。はいはいはい。だってなんかこう、それこそライブ前とかさ、マネージャーさんにみんなで頼む時とか集計取るじゃん。取りますね。うん、見てるからね、みんなのね。最初は多分サクサクいけると思うんだよね。確かにね、割と、まあ、終盤じゃないかね、確かに。フードは、フードもあるんだもんね。そう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 、そうだ、そうなんだよね。さあ、はい、バッキー準備でいいですか。決まりました。はい、じゃあそれでは発表お願いします。僕が選んだのはコールドブリューコーヒーです。おお。いつも飲んでるやつじゃん。自分が飲みたいんだ。え、今の、ね、今飲みたいって書いてないよね。いやいや違う、ちゃんと当てにいってる。今注文してるだけでしょ。確かに、うん、コールドブリューコーヒーやっぱり、うん、あの、水出しコーヒーだから、うん、家で簡単に作るのちょっと難しいの、ね、そうですね、そう、うん、だからドリンク7個のうちに入ってると思います。はい、本当に。さあ、果たしてコールドブリューコーヒーを選んだメンバーはいるのか。はい、それでは正解発表お願いします。おお、わー、ロッティあれ、シュン残った。嬉しそう、嬉しそう。自分もありがとう。自分も飲めるからあんま止めなかったんだ。いや、なるほどね。本当に今辛い立場だった。回しとかどうでもいいって思ってた。早く飲みてえと、うん、ライブ前に飲むんだ、モッティは、はい、もうね、これ僕の中でちょっとこだわりがあって、うん、ライブ前って
さ、うん、やっぱその買ってって持ってくけど、やっぱその場でバータリーやりますとか、うんうん、打ち合わせありますとか、リハーサルやりますとか、いろんなこう条件がやっぱコロコロ変わるじゃないですか。ってなった時に氷とかが溶けても美味しく飲める、うんうん、それ、うん、割とずっと長く美味しい楽しむことができるから、うんうん、いつも頼んでるんだ。なるほどね。飲んでるイメージあるもんね。いやー、さすがだわ、バッキー。嬉しい。いやー、マジでありがとう。いやいやー、すいません。普通にめっちゃ飲みたいんだけど、コールド。いただきまーす。いただきます。うわー、絶対うまいじゃん、そんなの。あれ、これ、これ、これ。いるけど。仕事してる、仕事してる、仕事してる。かっこいいけど。高取ってる。高取ってんのかな。ね、かっこいい。こんなことしないでしょ。いいや。というわけでまずバッキー正解。あざます。いい、ね。ナイス。お見事。すごいわ。すごいよ。じゃあ次誰自信ある人。うわ、いや俺もちょっと、うん、飲みたいのあるから言っていい。それはずるい。それは意味ないって。いやいやいや、まあじゃあ普通に行かせていただきます。はい、はい、絶対飲みたいやつじゃん、それ。いやいや、ほんと大丈夫、ほんと大丈夫。よし、OK です。はい、かけました。はい、じゃあそれではリーダー、はい、発表お願いします。僕が選んだのはこちらです。ホワイトモカかっこ、ホイップ多め。おー。これは俺誰かわかる。俺でしょ。わかるわかる。誰狙いで行ったんですか、それは。僕、これはアラタ。はいはい。で、これがなかったら横原。あー、そこまで把握してます、ね、すごい。そう、いや、そう。でも俺はこれにキャラメルシロップ入れるんだ。そうだ、そうだ。で、毎回店員さんに本当ですか、だいぶ甘いですよ、もうって言われるけど入れるんだよね。じゃあこれ、果たしているのかな、書いてるかってことだよね、これ。選んだメンバーがいるのか、はい、正解発表お願いします。俺もともとさ、あのスターバックスのメニューにあんま詳しくない時に、うん、メンバーにこれ飲みやすいよって教えてもらって、うん、たメニューなんだよね。もともとはいはいはい。そこからもうずっと飲んでるね。美味しい。俺も一緒だ。俺も全然詳しくないけど、うん、なんか一時期さ、舞台とかでなんかみんな頼むとき、うん、みんなそうだったから、はい、そうそう、俺もなんか一緒に頼んで、うん、そっから好きになった俺も、うん、そうなんですよ。え、あなたホイップ多めにするよね、いつもね。する、するよね。する、うん、今してもらえんのかな。どうなんだろう。いいんですか。マジカスタマイズあり。え、そんなことしていいのか。ガチなんか怒られないな、なんかね。やばいことしてる。うわー、うわー、うわー、やばー。じゃじゃじゃかわいい。じゃじゃ、ホイップ多めいいな。映えるな。嬉しい。うわ、いいな。いいね。やった、いいなぁ。飲みたいんだけど。最高。めっちゃ飲みたい。もうホイップ多めにキャラメルシロップバーやっちゃうみたいな。いただきます。いただきます。近いよお前。マジで、うん、うわこれうまそう。これ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 、この甘さよ。皆さん、うまあります。うわいいなぁ。幸せだな、本当に。ちょっとドリンク飲みたいな。確かに、ね、いいですよ。あの、もし自信ある人とか、ければ。いやー、一個 ね、結構個人的にこれ絶対入ってるだろうってのあるのよ。しかもこれも人狙いでね。マジで行っちゃっていいですか、これ。行くね。だっていいよ。めちゃめちゃ自信あるの、ね、めちゃめちゃある。はいはいはい。さあ、いいですか、はい、それでは発表お願いします。ダークモカチップフラペチーノ。おー、これ俺も知ってる。これもうさ、絶対この人って人いない。これ知ってるわ。え、誰、誰、誰、俺ちょっと分かんない。嘘、俺分かんない。嘘、分かる、分かる。あんな甘いの好きって先ほどまでずっと言ってた横ピーでしょ。おー、そっか。めっちゃ、めっちゃイメージはある。イメージはある。さあ、それでは果たして入っているのか、正解発表お願いします。お願い、どうだ。
飲みたい。よしよしよし、よくぞやってくれた。完璧じゃん。だよな、よっしゃ、だよな、すげーな、だよな。いやマジでこれはもう高校生からずっと飲んでるから大好きなのよ。なるほどね、うんうんうん、美味しいよね。なんか飲み方のこだわりとかあって、僕はもうチョコチップ多めにしちゃいますね。あーしてるわ。いいね、チョコチップ多めにしてるわ。うわー、じゃあじゃあ、すげー。いやこれは美味しいぞ。やったやったやった、見慣れた。これだ、これは美味しいぞ。うわー、いいね、早速いただきます。いいね、いいね、いっちゃってください。ありがとう。いいね、いいね。うわー、これ嬉しい。いいじゃない、嬉しい。これはマジで嬉しい。マジでさ、見た目可愛すぎんだろ。そんな人いないよ。いただきます。うまー。あ、いいね。うわ、うますぎる。美味しい。やばい、これ。これやばいね。いいなぁ。いいなぁ。マジでうまいよ、これ。これ頼むね、結構。うわぁ。もう飲み終わってんじゃん。うまい、これ、マジで。チョコチップ、もうお前大正解じゃん。最高じゃない、めちゃめちゃうまいね。マジでうまいのよ。美味しい。これちょっとした苦味もいいんだよね。うんうんうん。いや、美味しい。いいね、いいね。素敵だよね。うまい。さあ、はい。じゃあ次はタイガ行きます、うん、ちょっとドリンク頼んでもいいですか。ドリンク頼んでもいい。そういう企画じゃないから。当てに当てに。俺、入り口俺が悪かったんだけど、そういう企画じゃないらしい。でもスタバに来て一人だけドリンクないっていうのもちょっと。そうね、確かに確かに。フードもありますよ、ちなみに。フードもありますけど。はい、さあ、それではガチャン発表、はい、お願いします。僕の予想は、はい、スターバックスラテです。いるんじゃない、はい、これはいるんじゃない。誰かいてくれ。確かに俺はいると思う、うんうん、さあ果たしてこのメニューを選んだメンバーいるのか。それでは正解発表お願いします。おー、やっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。2杯目かけた。これは僕も頼みますよ。ああ、うん、ああ、夏場結構頼むんですけど、うん、その氷がさ、まあ、やっぱ容器とかで溶けやすかったり暑かったりでさ、うん、外が溶けやすいじゃん、うん、でその時に氷をちょっと少なめにしてもらう、うん、そうすると必ずミルク増やしますかって言っていただけるのよ。その分増やしてくれる。なるほどね。ミルク増えて、うん、ちょっと甘めになって、うん、へカスタマイズの幅がでかいんだ。そう、カスタムができる、はい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 、リーダーこだわりとかあるの。俺は絶対ベンティーサイズにする。サイズのこだわりだった。氷少なめベンティーサイズね。ベンティーサイズ来ました。でかい、でかい。通常サイズこちらですか、ね。モッティじゃん、ね、モッティとみんなと言ったの。すごい、ね、いや嬉しい。いいじゃないですか、これ。ありがとう。いいね。そっか、正解した人のカスタマイズで作ってくれる。あ、なるほど。安いね。すげー、安いよ。みんなさ、あのアンケートの時点で本当に遠慮ないのな。確かに、うん、そうね、そうね、そうね。アンケートで真剣に答えたと言ってください、うん、まあそうですね、はい、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。うん、うめ。うわー、いいね。これいいね。ホワイトモカよりもちょっとさ、苦味がさ、そうね、強いじゃん、うん、そうなんだ。それが好きなのよ、ね、元のシロップが入ってないからね、うん、そういうことか。これはもうド定番ですよ、うん、確かに、うん、だんだん空いてきてる ね。フードがまだ、はい、そうね、はい、ちょ、そろそろフード当てたいな。あ、確かにね。あ、じゃあ僕行っちゃっていいですか。行ってください。いいですか。はい、どうぞ。お願いします。僕が選んだ商品は、うん、アメリカンワッフルです。おー、アメリカンワッフルさん、はいはいはい、いそう、これね、これ、はい、これいそう、絶対いるわ。さあ、果たしてこれを選んだメンバーはいるのか、はい、正解発表お願いします。はい、バカじゃないの。バカじゃないのって。どっちがどっちが、怖いって。自分が入れればいいし、自分が選んだらいいよ、それは。マジか、いっぱいあるからね。めっちゃ合うのにな。まあ、確かにコールドブリューとさ、うん、一緒に食べたかっただけでしょ。アメリカンワッフル、うわうわ、いや、そのめっちゃ合うのになって言ったから。コールドブリューと合う。そっちか。そっちだな。いや、
ライブ前セットなんすよ。知らないってじゃあ次ちょっと新た行ってみようか。新たね、うん、どこ行く、まあ、ドリンクでもいいしフードでもいいし、うんうん、フードが空いてないからね。まあそうね、うん、フードちょっと空きたい。有利そうだけどね、好きだから、うん、なんか入っててほしいな。あ、なるほど、はいはいはい、まあ、同じ理由になっちゃうんですけど、うん、さあそれでは、はい、新た発表お願いします。はい、はい、チョコレートケーキ。おー、あー、チョコレートケーキ、はい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 、こう甘党いるからこれ、そう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 、いるはずなんだ。確かに。さあそれでは果たしてこちらのメニューを選んだメンバーいるのか、正解発表お願いします。おー、やばい、やばい、いないか、フードやばいね、フードむずいね、むずいわ。あ、そっか、ガチか。新たは食べんの？食べる。あ、そう。かわいい子じゃん、なんか。食べるんだ。なるほどね。スタバのチョコレートケーキ食べる。あ、ほんと。次、甘党だな、マジで。さあ、続いて、横かな？横は、うん？横から、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 横から。私ですか？うん。でも、フード当てたいけどな。当てたいね。うわ、俺これアンケート書き忘れたけど、めっちゃ好きだわっての思い出して。おぉ。それ食べたい。だからでもいると思うんだよね、俺。はいはいはい、分かんない、定番とかあんま分かんないけど、うんうん、このスタバのこれめっちゃ好きってのがあって、へえ、はいはい、見ました。はい、さあそれでは、はい、ここ発表お願いします。チョコレートチャンククッキーです。いいね、いいね、いいね、はいはいはい、大好きなのよ、はいはい、これ、いいね、しい、ああ、めちゃくちゃうまくない？やばい、めちゃくちゃおいしい、やばいよね、これ語彙力絶対いると思うんだよね、俺は。なるほどね。そう、誰とかちょっと分かんないけど、うんうん、でも朝も生きるし、別に、そうね、夕方も生きるし、全然いつでも生きると思うんだよね、これは。このメニューを選んだメンバーいるのか、正解発表お願いします。うわめっちゃむずいよ。絶対言うと思った。言うと思った。めっちゃむずい。むずいね。フードむずくね。え、やばい。魔境入ってる。え？やばいね。やばい。これ入ってこないことある？うわ、これないか。え？前子はさ、あの、なんていうの、あそこの商品棚に並んでたけどさ、今はこう袋に入ってるからさ。レジ横にね。ね、買ったらいつでもさ、カバン入れとけばいつでも食べれるし。うん、そうね。チンしたらうまいの。やばいやばい。あれやばい。さあ、続いて誰か自信ある方いれば。フード当てたいよね。怖くなってきたもんな。まあ、でも一応まだ3つあと 3人か、うん、ドリンクも、はいはいはい、まだ空いてないからね。ちょっと俺フードで経路変えていい？おい、何何何、フードはフードだけど今3人とも甘いもの言ったじゃない、はいはい、デザート系と言いますか、はい、スイーツ系か。確かに。そっからちょっと離れて、はい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 、ちょっと選びたいですよ。はい、さあそれではガチャン発表お願いします。僕が選んだのはこちらです。うん、アラビキソーセージパイ。はいはい、アラビキソーセージパイ。これはいるだろう、うん、いると思う。食べてる人見たことあるし、うんうん、そのまあお店でだけど、うん、でもその甘いものじゃない。確かに。お腹にたまるこれは、うんうん、果たしてこちらのメニューを選んだメンバーいるのか。それでは正解発表お願いします。おー、来た。お、誰？ありがとう。バイバーイ。ハゲ制覇じゃん。え？ハゲ制覇。どっちもガチャンが当ててんだよ、ね、すごいね。同期の絆が。結局ね。ハゲ理解王だもん。これは。確かにな。さあ来ました。うわー、うわー、いいな。これはうまいだろ。まるまる1個いいんですか。嬉しい。めっちゃ美味しそうやん。じゃじゃん。うわー、いいね。食べたいこれ。いいね。いただきます。美味しそう。ありがとう。なんかさ、あの並んでる時にさ、目の前の人が、あ、食べていいよ食べていいよ、目の前の人が頼んだものとかちょっと気になったりしないかな。もう一回。おい、あ、すごい、同期の絆。うまいな。うまい。いや、知ってるよ、美味しいの。さあ、はい、続いて誰が行きますか。じゃあ、俺行こうかな。おいけいけ。ちょっとね、そろそろ空いてない組の開けたいよね。なるほどね。ミナとかタイガか。なんなんだろう。そうなんだよね。でもね、これはね、絶
対に入ってるって思うやつがあるのよ1個。マジ？フードで、フードで、フード、うんうん、僕が選んだのは、はい、シュガードーナツ。おーはぁ、これはね、入ってると思う。誰かしらがやっぱりこうモバイルオーダーの時にもうなんか見る字だし、うん、お店でもやっぱよく耳にするシュガードーナツ一つっていうのは、うん、だからねこの中一個入ってると思います、うんうん、うわ、さあ果たしてこのメニューを選んだメンバーいるのか、正解発表お願いします、はい、うわぁ、うん、ない、マジか、マジか、エスタースターバックスが結構ど真ん中行ったつもりだった。フードやばフードむずいな、むず、うわ、ちょっとフードがなかなか分かんない、そうね、いやフード狙うか、ちょっと俺行っていい、いや、行け行け、行っちゃって、やっぱさっきも言ったけどフード朝が多い、はい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 、朝ってことはもうこれでしょ。おお、それでは横発表をお願いします。僕が選んだのはこちらです。粗挽きソーセージ&スクランブルエッグイングリッシュマフィンです。おー朝だね、朝だね、もうスタバで一番長い商品名あ、はい、長いねこれはだってもう朝でしょ、ね、入ってるだろ、うん、絶対頼むでしょ、うん、入ってるでしょ、うん、さあ果たしてこのメニューを選んだメンバーいるのか、正解発表お願いします。うわー、やばいやばい、そうだ頑張って書いたのに、嘘だろ、こんなに超時間かかったぞこれマジか、いないか、難しいな、朝なのに、なんか全然わかんなくなってきた大丈夫、これ、あ、いいよいいよ、いいじゃあ、いいよ、見ていっちゃおうか、うん、多分この人がこれなんじゃないかなっていうのが一個あって、おお、僕が選んだのは、はい、ニューヨークチーズケーキ。おお、うん、いや、これめっちゃ美味しいじゃん。どうだろうこれ。さあ、それではあるの、これは果たしてついにこのメニューを選んだメンバーはいるのか、正解発表お願いします。よー、ほらだよね、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 よくわかってらっしゃる。あ、もう持っていいよと思ってた。絶対しないと思った。あ、そうなんだ、はい、そのちょっとなんか頑張った一日のご褒美的な感覚で、なるほどね、夕方になんかちょっと寄ってって時間がある時とかに、そのお店の方であのセットでそういただいてるのが多いですね。来ました。まずもう見た目が綺麗、綺麗綺麗、このグラデーションの綺麗すぎるだろ、ね、いいね、綺麗だね、いや嬉しいね、じゃあいただいちゃいますね、いやいただきます、いただきます、美味しそう、うわうわうわ、断面が綺麗だもん、うん、いいね、これは俺なんこれな絶対合う、絶対合うわ、うまっそ遠く見んなお前うわー最高です、ほんと最高、ね、じゃあ次、自信ある人、はい、おお、リーダー、フード行くわ、お、食べる、うん、僕が選んだフードはこちらです。あんバターサンド。あんバターサンド、あるある、全然あると思う、なるほど、ありそう、あんバターサンド美味しそう、ね、さあ果たしてこちらのメニューを選んだメンバーはいるのか、はい、それでは正解発表お願いします。あー、おーマジ、俺椿くんとか和菓子好きだから頼んでると思ってたわ、結構好き、それこそ名古屋で初めてあんバタートーストみたいなの出会って、うんうん、名古屋でしか食べれないのかなと思ってスタバ行ったらあって、うんうんうん、なんかちょっとさトーストとはまた違うサンドだから、ね、うんうんうん、温めてそのバターのね溶けて、うわー美味しいのよ、いや全然当たんないな、難しすぎるんだけど、やばいよ、まだ2周目当ててないのは僕と、あれか、じゃあ新た行こうか、うん、はい、うん、なるほどな、えぇ、ー、えっ、
さあ、はいはい、今僕が外してしまったんですが、はいはい、これで、今2周しました、はい、全員で、はい、なんですがちょっと時間の都合で、はい、ちょっと3人3投なるほど、わかりました。もうこれはもう自ら挙手制でいこう、自信あるというか方は。うわーこれやっぱでもちょっと当ててあげたいんだよ。そうそうそう、空いてない人が当ててほしいから、うんうん、確かにね、うん、じゃあさ、ちょっと俺1個ヒント言っていい？お、言って。軽めのね、僕のドリンクです。はい、みんなの前で飲んだことはないかもしれない。マジで言ってんの？その理由としてあの結構みんなで頼むときさ、こう誰かが代表して買ってきてくれたりするじゃない、うん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 、カスタマイズするからちょっとややこしいから。なるほど。俺は頼んだことがないのよ。なるほどね。ちょっとそれありきの。それむずくない？頼んだとこ見たことないんだ。まあ、ちょっとガチャンとか当てれそうだけど。俺もね、タイが分かりそうな気がするんだけどな。どうしてフード？ドリンク？ドリンクの方では、ね、ヒント行くと多分見たことあると思う、うん、ある。新たなんか俺多分一緒に買ったことある。あれ？ん？これも大ヒント。新たには大ヒントだけど、ちょっと俺言っていい？マジマジ。俺なんか今港のヒントを聞いてもガチャンのヒントを聞いても1個しか思いつかなかった。ああ、なんかどっちもありそうな気がする。どっちかには当たりそう。言っていい？行こう行こう。全然スタバ詳しくないけど俺。行っていいですか？どうぞ。お願いします。お願いします。ででん、ソイラテ。おー、これあるくない？ある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 。全然ある。全然ある。これあると思うんだよね。飲ましてあげたい。残して。確かにね。じゃあ、果たしてこのメニューを選んだメンバーはいるのか、正解発表お願いします。うわー、始まり始まり始まり。なんで？むずいねこれ。むずいね。大事な一投無駄にしちゃった。いやいや、しょうがないしょうがない。でもこれ、ボーカリストなのよ、書こうと思ってた。あー、マジ？うん。え、いると思ったわ。マジか。ガチャン狙いで書こうと思ってた。あれ？うん、そうだよね。てか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 待って。なになになに？今ガチャンシフトにしてる？いや、もうこの二人は、今俺話してるみたいな。この二人が頼みそうなやつ。ミナト、ちょっと反応しないでほしいんだけど、ミナト、多分フラペシーノだわ。え？マジ？あ、なんでかっていうと、たまに買いに行った時に、なんとかフラペチーノとは言ってた気がするんで。で、さっきのヒントで、カスタマイズの幅が広いってことは、多分フラペチーノ系だと思うんだよね。なるほどね。キャラメルか、抹茶かバニラだと思うんだよな。抹茶出てないわ。バニラあるの？抹茶もあるわ。いや、頼んだ気がする。わかんねえけど、キャラメルか。いや、抹茶じゃない。うわ、ごめん、バッキー、この重荷背負ってくれるか。俺なんか頼む、もうオッケー。どう、ま、ってか任せる。オッケー。フラペチーノだったらその3つだったら俺も思うから、うん、オッケー。じゃあ俺が1個に絞るわ。ちょっと絞ってくれない？はい、はい、書きました。さあ、それではバッキー発表お願いします。はい、僕が選んだのはバニラクリームフラペチーノです。あると思う。あると思う。頼むよ。頼む。さあ、それでは正解発表お願いします。うわー、ナイス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 。すごい。誰だ誰だ。アダス。あれあれアダス。あれ全然、全然Tじゃねえじゃん。今の流れ絶対ミナトだよ。そんなことあるの？あ、でも俺今思い出したわ、頼んでたわ。一緒に頼んでた。そうそうなんだ。そうだ、同じ。今思い出したわ。そうだ。うわそっかそっか。ようやくだ。ようやく開いた。嬉しかった。いやー、心痛かったーって。そうだよね。心痛かった。で、俺結構これ自分の中では歴史あって、うん、初めてのスタバで飲んだ商品。はいはいはい。もうちっちゃい頃にこれなら飲めるんじゃないって親に言われて、はい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 、飲んだのがバニラクリームフラペチーノ。なるほど。やっぱカスタムするよね。お、うん、チョコチップ追加したりとか、うん、ホイップ増量させたりとか、うん、
あら、来た。え、あれ、うわー、来ました。なんか、すごいね。なんか、バニラクリームだよね。あれ、あのチョコチップ追加です。うわー、これはいいね。そのまんまでも十分うまいんですけど、このチョコチップ追加することによって、こう甘みとね、苦みと美味しいんですよ。なるほどね、いいね、美味しそうだわ。このカスタム結構有名で、そうね、どういただいちゃってください。いいね、いただきます。ありがとう。うまそうだな、それ。あ、美味しそう。うん、美味しい。いいね、いいね。うん、うまいのよ。うまそう。はい、次が本当にラストでいいの？ラストですね。オッケーオッケー。皆さん、はい、もう次が最後の回答権になるので、はいはい、せめてどっちかは出てあげたいっていう。僕ちなみにもう分かってます。え、誰の？港のフード分かってます。え、思い出した。うん、お、マジ？あら、見たとかそういうこと。うん、あ、じゃあもうそれじゃん。じゃあもうそれだ。新、え、俺言っちゃっていいの？いや、もちろんだって。新幹線で貯めてたもん。行けましたか？はい、行けました。頼む。ピンポイントで当てます。はい、先生、発表お願いします。はい、港が頼むフードはシナモンロールです。お、確実です。絶対です。果たしてこのメニューが入っているのでしょうか？それでは正解発表お願いします。何してん、ちょっとごめん、ちょっと、何してん、ちゃんとごめん。一回一個いい？いいよ。もう一回も食べたことないわ、俺。うわ、怖っ。俺何見てたんだ、誰の何を見たの。食べたことないな、これ。え、なんだろう。新幹線って言ってたじゃん、うん、シナモンロール、まあまあフォークとナイフ使って食べる。そっか、そっかってない。やば、大切な回答権で、あんなに自信があってから開けたのに。本当申し訳ない。シンプルな、まさかの結末ですが。うわー、マジか。というわけで終了。悔しい。難しかった。ちょっと見てこうよ。いや、そうね、当てれなかったやつ。なし。そんなことある？どういうこと？自分では頼まないの。その、例えばお母さんが、あの、今スタバいるけど何か買って、何か食べたいものあるとか聞かれた時には頼むんだけど、自分で。それ答え。別にそれ答えなのさ。家庭は別にいいんだよ、どっちでも。誰が頼んでもいいの。自腹に限るとは言ってない。うん、どの道コンプリートは無理でしたね。いや、難しい、はい、本当に。いや、さあ、というわけで、理解王スターバックス編でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。